アマゾンエコーはアマゾンが開発したスマートスピーカーのブランド。エコーデバイスは音声操作可能なインテリジェントパーソナルアシスタントサービス、アレクサに接続し、アレクサという名前を言うと応答する。ユーザーはこの起動ワードをアマゾン、エコー、コンピューターに変更することができる。機能としては音声対話、音楽再生、トゥードゥーリストの作成、アラームの設定、 ポッドキャストのストリーミング、オーディオブックの再生に加えて、天気や交通情報などのリアルタイム情報を提供する。また、複数のスマートデバイスを制御し、ホームオートメーションハブとして機能することもできる。このスマートスピーカーは、イーサネットポートがないため、インターネットに接続するには Wi-Fi を使用する、必要がある。Amazon エコーは、AI アシスタントの Alexa を搭載しており、名前の アレクサで反応すると呼ばれる。ウェイクワードはユーザーによってアレクサから Amazon、Echo、コンピューターに変更可能である。Echo は音声交流や音楽のプレイバック、予定表の作成、アラームの設定、ポッドキャストのストリーミング、オーディオブックの再生と天気や交通情報、リアルタイム情報などの提供ができる。また、Echo 自体を ホームオートメーションハブとして使用し複数のスマートデバイスを操作可能である。アマゾンは少なくとも2010年以降からマサチューセッツ州のケンブリッジとシリコンバレーのラボ126のオフィス内部でエコーを開発している。エコーは2016年のアマゾンの最初のスーパーボールでの広告で注目された。エコーは当初アマゾンプライム会員か招待者のみに購入が制限されていたが、 2015年の6月23日に、米国で幅広く入手できるようになった。アマゾンが、アマゾン・アレクサの開発者向けの求人情報を、掲載トとロントの発火村で共同司会を務めた後に、記者はカナダでの発売は2016年の中盤から下旬になると推測した。2016年9月28日には、エコーはイギリスで入手可能になった。さらに、 アレクサの音声サービスが他のデバイスや他の企業のデバイスとサービスで利用可能になりエコーと接続することを推奨された。通常モードではエコーは連続して全ての会話を聞きウェイクワードが話されていないかをモニターしているがウェイクワードはアレクサが優先的に設定されている。エコーはウェイクワードの代わりに指導かつ音声で動作する。 リモコンが付属しているエコーのマイクはボタンを押すことでミュートにすることができる。エコーの起動には無声インターネット接続が必要である。エコーの音声認識性能は amazon ウェブサービスとアマゾンがヤップや eV、イボナから買収したボイスプラットフォームに基づいている。エコーは最小の通信ラウンドトリップ、ストリーミング可能な応答及び地理的に分散された サービスエンドポイントによる処理時間を最小限に抑える、良好なインターネット接続でうまく機能する。アプリは無料であるが、Amazon のアカウントは必要であり、セットアップ作業はアカウントがなければできない。Amazon エコーは、アクウェザーから、天気情報、ローカルラジオの iHeart ラジオや NPR と、チューンインラジオの ESPN を含む、様々なソースからのニュースを提供している。 エコーは、ユーザーの Amazon Music アカウントから購入済みの音楽を再生することができる。また、チューンインラジオや、パンドララジオ、Apple Music、Spotify ストリーミング音楽サービスをビルトインサポートしており、イフトとネストのスマートスタッドをサポートしている。また、エコーは、アレックサアプリがインストールされた、スマートフォンやタブレットからの Apple Music や、 Google Play Music のようなストリーミングサービスの音楽も再生できる。エコー単体でのローカルのアプンプ、DLNA メディアサーバーからストリーミングされた音楽再生には対応していないが、Bluetooth 経由、または一部の機種に搭載されている、ステレオミニジャック入力端子経由での音楽再生には対応しているため、別途対応プレイヤーが必要。Amazon Echo は音声操作のアラームや、 タイマー、ショッピング、トゥードゥーリスト、ウィキペディアの記事にアクセスできる。また、グーグルカレンダーなどのスケジューラーサービスと連携させることで、スケジュール関連の質問にも対応する。また、ヨノミー・フィリップス・ヒュー、ベルキンウェモ、スマートシングス、インスタインとウィンクが統合されている。加えて、エコーには、オレンジシェフ、ソノス、スカウトアラーム、ガラゲーを、トメイル、 マラとモジオのようなキッチン向けのアプリが統合されている Amazon エコーはアレクサスキルキットで作成されたスキルにアクセスすることで任意のサービスを提供することができる。これはサードパーティーが開発したボイス体験があり、アレクサ対応のどのデバイスにも導入できる。スキルの例として音楽を再生、一般的な質問に回答、アラームのセット、ピザの注文、 Uber の注文などがあるユーザーの利便性を高めるためにスキルは継続的に追加されている。a s クはセルフサービス API やツール、ドキュメントやコードサンプルの寄せ集めで開発者がスキルを追加するのを容易かつ迅速にする。開発者は a s クに新規追加されたスマートホームスキル API を使用することもできる。ホームスキル API はアレクサに クラウド操作の照明や温度調節装置の操作方法を簡単に教えられる。すべてのコードはクラウド上で起動しており、ユーザーのエコーには全く存在しない。開発者はチュートリアルで新しいもしくは既存のアプリケーションに音声体験を素早く構築する方法を学ぶことができる。Amazon エコーから発せられる生きているかのような自然な声はスピーチユニット技術によるものである。 高い正確性は Amazon Alexa の音声合成エンジンに内蔵されている洗練された自然言語処理アルゴリズムを通じて実現された。Amazon Echo には端末の状態を示すライト機能が備え付けられており端末の処理状況や状態の簡単な伝達が可能である。ライトの形状はリング状でありライトリングと呼称される。 Amazon e エコーの機能は Amazon がリリースする新規ソフトウェアによって進化を遂げている。大半の新規アップデートはバグ修正であるがそれに加えて機能の向上も含まれる。新規リリースは数日から1週間以上かけて緩やかにエコーに導入される。エコーが提供する大半の機能は Amazon の持つクラウド上に持っており実行しているソフトウェアのバージョンを更新することなくエコーに 重要な機能を提供できる。例えば2015年4月にソフトウェア更新を行わないままスポーツの現在、スコアを提供する機能がエコーに追加された。第1世代のアマゾンエコーは高さ 23.5cm で7つのマイクアレイが搭載されている円筒型のスピーカーである。エコーのスペックはテキサスインスツルメンツの DM3725 アームコルテックス A8 プロセッサー、LPDDR1 ラムが 256MB で、ストレージ容量が 4GB である。2017年7月時点で、第1世代のエコーはレビューアグリゲーターのギアキャラバーで83%のスコアを維持している。エコーはデバイスでの音声操作を意図しているが、マイク対応のリモコンは Fire TV を購入した時に同梱されるものと類似していた。 デバイス上部表面のアクションボタンは新しい場所でのユーザー設定に利用できミュートボタンを押すことでマイクをオフにできるデバイスの最上部のリングを回すことでスピーカー音量を調節可能バッテリーを内蔵していないため外部電源への接続が必要になる Amazon Echo はデュアルバンド Wi-Fi 802.11a, b, g, n に対応しオーディオストリーミング用に アドバンストオーディオディストリビューションプロフィール、接続されたモバイルデバイスの音声操作用にオーディオ、ビデオリモートコントロールプロフィールをサポートしている。デザインは第一世代のエコーと類似しているが近距離無線通信規格であるジグビーに対応したスマートデバイスを操作できるスマートホームハブとしても機能する。2018年9月、第二世代のエコープラスがアメリカで発売された。 第2世代は外観がファブリック状になり温度センサーを内蔵している。Amazon Tap Amazon Tap はエコーの小型で持ち運べるバージョンであり、デュアルスピーカーを内蔵している。日本未発売。Amazon Tap は Amazon Echo と同じことができるが持ち運べるようにするためにバッテリーの充電が必要である。当初、音声コマンドを喋るためにユーザーはタップの前面にある。 アクティブボタンを押す必要があったが、2017年2月のソフトウェア更新で Amazon Echo や Amazon エコードットと同じように声でタップを起動させることができるオプションが追加された。黒の Amazon Echo ドットホッケーのパックサイズ版エコーで内蔵スピーカーのサイズのため外部スピーカーとの接続やベッドルームのような部屋でフルサイズのエコーの代替品としてデザインされた。 Amazon e エコードットは a m a z エコー c h o で使える、機能のすべてを使える。第二世代のエコードットは、第一世代と比べより低価格になり、音声認識機能が向上したほか、新技術、エコースペーシャルパーセプションにより、質問に対して一つのデバイスのみが答えるように、複数のエコーやエコードットが連携できるようになった。2018年9月、エコードットの第三世代版が発表された。 外観は、第2世代のエコー同様、ファブリック上に変更されたほか、セブンセグメント LED による、時計表示機能を持つ、エコードットイズクロックモデルも発売されている。2019年11月に発売された、プラグインタイプのエコーデバイス。音量ボタンが取り除かれたほか、本体テーブに 1.5A の USB、A ポートが一つあり、別売りのモーションセンサーや、 ナイトライトと接続したり、スマートフォンなどの USB 充電に対応したデバイスを接続したりすることができる。Amazon 非公式ではあるが、USB ハブを用いて複数のセンサーをつなげることも可能。2019年に Amazon Music HD の配信開始に伴い、ハイレズ音源、3D サウンドの音楽再生に対応したエコーとして新たにデザインされた。 24ビット DAC 搭載。ドルビーアトモスないし、ソニー360リアリティをオーディオのデコードに対応。エコーリンクに搭載されているオプティカル入力にも対応しているが、出力端子は搭載されていない。また、エコープラスに搭載されているスマートデバイスを操作できるスマートホームハブ機能も搭載している。ただし、温度センサーは非搭載。 アマゾンエコーショーエコーショーはメディアの再生やビデオ電話や他の機能に使える7インチの液晶ディスプレイを搭載している。2017年6月28日にアメリカで229.99ドルで発売。エコーショーの第二世代は2018年9月20日のアマゾンのアレクサの製品イベントで明らかにされた。第二世代は10インチのタッチスクリーン。 改良されたスピーカーを搭載しているほか、ケースはメッシュ状になっている。アメリカで2018年10月に発売。さらに、エコーショーの機能をほとんど搭載しながらも、5インチのタッチスクリーンを搭載した廉価版のアマゾンエコー、ショー後、8インチのタッチスクリーンを搭載した、ミドルレンジのアマゾンエコーショー8が発売された。エコーショーと、 同機能のエコースポットは2.5インチの円形スクリーンを搭載する目覚まし時計型のデバイスであり、アメリカで129.99ドルで発売。第1世代のエコーよりも20ドル高いカメラ型のデバイス Amazon エコールックは通常のエコーの機能に加えて人工知能による服装の推薦、セルフィー、ビデオ録画ができる。 アマゾンの使用機能とフルレンジの写真と360度映像を撮影するカメラにファッションアドバイス用の AI が搭載されている。消費者の製品としてファッション専門家からのアドバイスを受けた機械学習機能に基づき服装の目録を作るのを手伝ったり外見を評価したりする日本未販売。2018年9月のアレクサ製品発表イベントでアマゾンは 車両用のエコーデバイスを発表した。このデバイスは、Bluetooth でユーザーのスマートフォンと接続し、Alexa の初機能に加えて進行方向を提供する。エコーオートはアメリカで2018年末近くに、招待制の製品として入手可能になる。日本未販売。エコーインプットは、スピーカー非搭載の Alexa の入力デバイスである。音声出力には、 外部スピーカーとの接続が必要。他のエコーシリーズ製品と比べて余計な機能を省略してコストダウンを図った製品のため Amazon Music HD での再生時や Bluetooth、再生時において音が途切れる、不都合が多い。エコーリンクはエコーインプットのハイエンド版で追加の出力ポートとボリュームノブを搭載している。エコー、リンクアンプは エコーリンクと同じ操作方法であるがアンプを搭載している。ベッドスピーカーが必要。第2世代のエコーと共に Amazon は2つの新たなアクセサリーを発表された製品の一つ。エコーボタンは j e b a d などのエコーデバイス上のゲームをプレイしている際に使用できるボタンである。エコーコネクトはエコーと家庭の固定電話に接続する小型のアダプターであり、家の電話番号で エコーで電話をかけられるようになる。2018年9月発表。他のエコースピーカーと接続する製品としてデザインされたワイヤレスサブウーファーである。6.0インチ口径のウーファーを搭載したダウンファイアリング型のサブウーファーで 100W クラス D アンプを搭載。2018年9月発表。エコーデバイスで設定したタイマーの残り時間を表示できる。エコシリーズは 家庭のプライベートな会話についてのアクセスや足音やテレビやラジオ番組をきっかけにして誰が家にいて誰がいないかを特定できるのではないかといった懸念が示された。Amazon はこれらの懸念に対し、エコーはユーザーのウェイクアードで動作させた時のユーザーの自宅の声を録音しているだけであるが、技術的には常に声を録音することができ、また実際はユーザーが ウェイクワードを喋るかを探知するため常に聞いていると述べた。エコーは将来のユーザーの質問への応答を改善するために過去にユーザーがクラウドサービスに送った声の録音を利用している。 プライバシーの懸念に対処するために、ユーザーはアカウントから録音を削除することが可能で、あるが削除すると音声検索のユーザーエクスペリエンスが低下する可能性がある。これらの録音を削除するには、ユーザーは Amazon のアカウントサービス上のマイデバイスの管理ページを訪れるか、Amazon のカスタマーサービスに連絡を取ることができる。エコーは、 ユーザーのロケーション情報を必要としたときに、コンパニオンアプリに設定された住所を使用する。Amazon とサードパーティーのアプリやウェブサイトはロケーションに基づいたサービスの提供をするために現在地情報を使い、The Maps App や Find Your Device の音声サービスに提供するために情報を保管し、パフォーマンスとロケーションサービスの正確性をモニターする。例えば、 エコーの音声サービスはユーザーの近くのレストランやストアのリクエストに応答するためにユーザーのロケーション情報を使う。同様にエコーはユーザーのマップに関連した要求の処理やマップの操作性を改善するためにユーザーの現在地情報を使用する。収集されたすべての情報は Amazon のプライバシーに関する通知の対象となる。 2015年11月22日にアメリカ合衆国アーカンソー州ベントンビルのジェームズ・アンドリュー・ベイツの自宅でビクター・コリンズが死亡した事件について捜査していた州警察はアマゾンに容疑者のベイツが所有するエコーの音声データを提供する要例上を出したが同社はプライバシーについての懸念を引き合いに出し提供を拒んだこの対立はベイツが アマゾンが保有していた彼の個人情報の提供に同意したため終了した。アマゾンで扱っている商品ではアパレルやシューズ、ジュエリー、時計を購入することができない。加えてアマゾンフレッシュ、プライムパントリー、プライムナウ、アドオン商品などはアレクサの注文機能がサポートしていない。またショッピングリスト機能は一度に複数の商品を追加できない。 エコーはユーザーがより良い回答を期待して一般的な質問をするときに一貫性のない答えを提供する。エコーは特定の同音異義語にしばしば混乱する。ありがとうございます。